京大の、えー、ウイルス研の小柳と申します、えー。今日はお集まりいただきありがとうございます。で、今日はあの私は先ほど紹介ありましたように、えー、私自身は医学部を卒業した後に、えー、私自身はずっとレトロウイルスをやっておりまして、で、自分の先生はヒヌマよりおという、えー、人のレトロウイルス、えー、これは、えー、人の白血病を起こするウイルスであります。 でそれを発見された方で、その先生の下でウイルス検で働いた大学院生にいた人間であります。で、先ほど紹介していただきましたように、その後大学を出たあ大学院を出た後、いろんなところを放浪して最終的にはまあウイルス検に戻って、10年前に戻ってきたという過程であります。で、私自身の経緯はどうどうでもよくて、今日はお話したいことはまあウイルスの この経緯について、この私が、まあ、実は、えーまあ、大体30年ぐらいやっております、いわゆるエイズウイルスについての、えー、お話を、えー、<coughs> させていただければと思います。で <coughs> <laughs> 失礼しますあの大体今日どれくらいの年代の方が来られるかによって話を決めようかと思ってたんですが大体いい今決めました <laughs> であの。というのはですね医学部で相談あの私が講義する場合にこの HIV の話っていっても彼らにとって生まれる前の話ですから、えー、決して進行ウイルスではないんですね。 ですからインフルエンザみたいに毎年毎年ウイルスが変わる話ではないので、えー、そんな古いい話って何面白のところが我々にとってはこのウイルスは1983年で実は患者を見たのは81年ですが,、えー私,が大まあ、私の出身は熊本の大学で熊本大学から京都大学の大学に入ったんですが、えー、その時に。 白血病の患者かからが見つかったんですですからレトルイスの発見は日本の発見は実は大体いい30年近く前に始まったんですがその数年後にアメリカでこういう病気が起こってきてで我々医者にとっては何か全然わけのわからない病気が、えー、論文に書いてあるんですね。でそれが、えー、日本にもあるかもしれないいやないあるあるな,ないという議論が 議論じゃなくてテレビであったり、もう非常に何か変な事態だったと思うんです。いわゆるエイズパニックの時代でした。で、その時代を今の医学部の学生はまあ知らないので、えー、新しいウイルスが出てきたらどういうことが起こるかと、例えば10年前のサーズの問題、えー、それから2009年の えー、新型インフルエンザといいますが私はウイルス学者としては新型インフルエンザというのは毎日新型が出てますので <laughs> あれは認めたくないんですが、まあ、新しいウイルスが出てる、えー、新・アガタウイルスのこう新しいものが出てるものは間違いないでそういう意味で新たなウイルスが出てくる,出てくるという意味では、まあ、我々大学卒業したばっかり医学部卒業したばっかりの人間にとっては非常にショッキングな事実でしたで、まあ後で途中でお話しますが 私自身は h t l v の研究から HIV の研究に移った時に患者さんに出会う機会があって具体的に血液病の患者さんですがその方の血液を頂い,いてウイルスを分離した人間の一人でありますまあ実際に自分の手でウイルスを分離して君はウイルスに感染するということを言わなきゃいけなかった世代ですで。今言っても構わないんですが 当時は薬がない時代ですから言うということは「君は死ぬかもしれない」じゃなくて「死ぬ確率が高い」ということを言わなきゃいけない。でそういうことを、えー、医学部の学生には言ってもなかなかいや「薬あるんでしょ」うとかいうふうな言い方しますのでちょっと世代のギャップを感じます。まあ、それはは小言ですが <laughs>、えー、今日はそのもっと 彼らのウイルスの話の歴史を過去それから現在、えー、まあこういう病気を起こすウイルスについては未来をあってはならないと思うのでそういうお話をさせていただきますでこのウイルスは猿のウイルスですでそれは非常にはっきりしておりましてこれは私の学生が書いた漫画ですからあまり綺麗なあの漫画ではありませんがチンパンジーのウイルスです。 でそれがおそらく、えー、中アフリカ中央、えー、HIV には2つの方がありまして西アフリカにいる HIV2 と、えー、中央アフリカにいる HIV1 まあ元がですねそれがあっておそらく一つはハイチに行って一つはヨーロッパに行ってそれがアメリカでアメリカからいろんな世界に広がったと。<laughs> いうこととは間違いないな思いますでそれはあの先ほど申し上げたように中央アフリカのチンパンジーのウイルスか HIV1 の起源で HIV2 の起源は西アフリカのスーティーマンガベイという非常に小さな猿これはオナガザルという猿なんだそうですがそういうものにもともといたウイルスです。でそのそれはどうやって分かったかと。 で,全て遺伝子ですで、えー、ここにはこうフィロジェニーって系統樹っていいますが遺伝子がどれぐらい似てるか離れてるかというのをコンピューターで計算してでこう枝を,枝を作っていきます。で系統樹っていうのはそれぞれどれぐらい近いかで、えー、近くに寄ってきますが遠いつまりは遺伝子が離れてるものは遠くに飛んでいきます。 で実はこれは HIV-1 の我々に映像を起こしている M というグループなんですが、ここに N という別のグループがまたあります。でそこに途中にチンパンジーのウイルスが入ってきます。で HIV-1 というのは実は MNOP と HIV-1 というからには人から取れたウイルスです。で数種類あります。でそれとゴリラのウイルスやチンパンジーのウイルスが重なっているということは 我々の人の世界に入ってきたのは1回ではなくて少なくとも回回か5回ですでそれがどれだけ広がったかというのが M というのが実は4,000万から5,000万人ぐらいの人がすで、えー、に感染しているといわれるいわゆるエイズパニックを起こしたものですが他の方,は方というのは、えー、実は N というのは二十数例しかないんですね。で他には えー、よくわからない王とかいう、まあ、1万人ぐらいしかいないんじゃないかというのもいますが、えー、それを猿のウイルス、まあ、これも私の仕事ではなくてアメリカ人の後で紹介しますが、えー、女性の方で、えー、いろんなとこに行ってウイルスを分離された方の話をの論文を読むと、えー、チンパンジーのウイルスゴリラのウイルスそれから、えー この小さなススーティーマンンガベンというウイルスこの辺には実はドリルというマンドリルっていったヒヒ,です、ね、ヒヒのウイルスそれからグリーン,リーンスポットっていってのの実はアフリカにはいろんなサルがいるんですが多くのアフリカのサルにはそれぞれこの HIV の仲間つまり連中ウイルスという、まあ、こういうタイプのウイルスを彼らは持っているんです。 で全てが同じような病気を起こしているわけではなくておそらく猿にはある種の猿にはこのウイルスはもう病気を起こさなくなっているつまり彼らはもうその種の段階で淘汰されていてこのウイルスは共存できるようになっている。で我々はまだ100年実はハトで申し上げた100年ぐらいで歴史が浅いのでこれ病気を起こしているというふうに理解されていますで。これをちょっと ズームアップここの辺りをズームアップしてみますとあごめんなさい、えー、これが、えー、エイズを起こしている M というグループでおそらくチンパンジーからこう入ってきたのは100年ぐらい前だろうとこの辺がチンパンジーで、えー、別の、えー、O っていうのは実は抗体の反応性が違うのでアウト・オブ・グロアウト・オブ・エムというで O といいます。 で P というのがあって、または別です。で遺伝子で見ると相当違うということがわかります。ですみません、ちょっと上上うわうわ気になります。あ、適当に置いてってください。でこれあのチンパンジーあるいは、えー、この辺は、えー、チンパンジーですね。多くのチンパンジーのウイルスでチンパンジーのウイルスの中にも遺伝子の型が違うのがたくさんあります。 でじゃあ,あの申し訳ないけどチンパンジーの、えー、私は霊長犬の人間ではないんですが霊長犬の人にいろいろ教えてもらいながら、えー、あの論文を読むとこれはアフリカの西アフリカ中央アフリカでカメルーンがここにあってでチンパンジーの原分布と遺伝子多形その遺伝子の多形を見ることができるんだそうです。 で我々の遺伝子の多型を見るのは一番簡単なのはミトコンドリアに DNA の多型がありますのでそれをもとにずっとチンパンジーを分類しますと4つに分類されます。でここちょっと、えー、まあ細かいことですのでいいんですがこの赤の分布僕ら PTT と言いますが赤の分布のやつが実はここにウイルスの分布を書いてますが同じ HIV の分布で HIV1 に来た分布で PTT のウイルスが 我々にの原因,原因だとということは分かっていますですから西アフリカのチンパンジーではなくて中央アフリカにいたチンパンジーがおそらく我々の HIV の元であって人のチンパンジー人とチンパンジーの分岐は5六百6 0 0万年前ですからこのウイルスの分,布は分岐はおそらく 100, 100年ぐらい前です,ですから、えー、おそらくうつったということだと でその理由については後で紹介いたしますが、えー、この辺はあの HIV の起源はアフリカの猿のウイルス、サ、え、ル、ー、のウイルスです。ところがチンパンジーにとってもこれは新しいウイルスだったらしいということがわかりました。でそれはもっと、えー、他の猿を調べてみるとここにあるようなレッドカップマンガベーと言ってこの、えー、赤,赤い顔のやつそれから 鼻が尖ったような白それがムスタッドマンキーという全部小さい猿なんですがそれのウイルスとこのチンパンジーのウイルスはすごく似て,る似てます。でおそらくそれが500年ぐらい前だと。だから高々かか500年ぐらい前ですから戦国時代ぐらいにこのチンパンジーのウイルスがあチンパンジーにこのそれぞれの猿が猿のウイルスが感染したと。 いう歴史が遺だからみればはそれで混合感染した結果でこのチンパンジーの中で笛がいいものが進化した進化というのは何もウイルスはセルフィッシュというか利己的ですから自分が増えればいいので増えるためにこの種を選んでいるだけですでそういう意味で今日皆さんに ちょっとお伝えしたいことは、えー、HIV は猿のウイルスで,であるというだけではなくてアフリカのもともとはこういういろんな猿の、えー、ヒヒのウイルスだったりこれが実は大元なんですがレッドキャップマンガベこれがチンパンジーに行ってそれが人に行ってで中にはこのチンパンジーから ゴリラに行ってそして別の方になったとで今 A 図を起こしているものは M, という M 型というもので P はほとんど患者さんはとほとんど見ないですアフリカにいるだけです。でこ,こういうあのお互いの主観の、えー、電波があると電波の結果だということを、えーまあ、結果として紹介したいなと。 でこれがウイルスの歴史で具体的に、えー、あの後で名前を紹介しますが PTT というウイルスがこの辺にチンパンジーがいてでそれぞれそのこの人たちあの研究した人たちは、えー、アメリカ人ですけど、えー、このスポットに行ってこのスポットに行って、えー、野生のチンパンジーの、えー、サンプルを取ってきて、えー、で遺伝子を取ったんだそうです。 でチンパンジーにどうやって感染したかというと、えー、その小型のサルがですねでこれ最近出た教科書から拾ってきたんですがチンパンジーはやっぱり肉食でもあるんですねでやっぱり血を浴びてるんです食べ,食べてるからこうあれ捨てれるんじゃなくてやっぱり血を浴びてるということが非常な、えー、感染の機会だと思いますでこれは私の仕事ではなくて ベートリック・ハンさんたちのグループがこれは今ペンシルバニアにおられるドイツ人の方ですが野生のチンパンジーからウイルス遺伝子を分離して尿や糞ですねそれからこれ尿をここの上にチンパンジーがいるんだと思うんですが尿をここで採取してでそこから PCR という方法で遺伝子を取ってきてでそれでアメリカに送って遺伝子の型を全部決めたというふうな結果であります。こういうい、まあ えー、こういう進化の研究もあるよということをあの長い歴史があるよということを、えー、紹介したくてこういうスライドを、えー、作品した,、えー、したんですがちょっとスライド小さすぎるので拡大します <laughs> でこれでも小さいですが今お話しているのは h i v 1というのはこのおそらく100年ぐらい前ですから、えー、20世紀の初頭。 現在第一次世界大戦100年前に起こったということはよくありますが、あの初めの頃におそらく HIV-1 が中央アフリカでチンパンジーに入ったということは考えられます。で、その理由理由について後でスライドこういうのが考えられるというふうにスライドを紹介します。で、ここの実はこの横軸は時間軸でこれは10万年ぐらいというふうに。 えー、この論文の著者は、えー、書いてますが、えー、実はこの SIV というのが先ほどから紹介しているサルのエイイズウイルスですでおそらく十数万年前からサル種にいろんなサル種に、えー、この、えー、エイズウイルスに似た形が感染してただろうと。で幸いなことにアジア,アジアのサルにはおりません。 これはあくまで旧世界のの、えー、アフリカの猿ですで今サルいろんなところにいるって言いましたが、えー、チンパンジーの分布を考えても今相当減ってるんですね。でゴリラも相当減ってます昔に比べれば。ですから、えー、もちろんこのウイルスが病気を起こす場合もありますが。 病気を起こさない場合もあって、す、え、べ、ー、てのウィルすべてのサ,サルにいるわけではなくて、えー、チンパンジーでこれによって病気を起こしてで、えー、死に絶えてる者も,もいます。だからそのその中で、まあ私らはこういうふうに言ってるんですが、ウイルスと宿主というのは、えー、まあちょっと勝手なことを言うと、相互関係にあって。 ウイルスは宿主がなないいと絶対増えないのでウイルスは我々を使いますが宿主はそれに対して何か対抗するために、えー、遺,遺,遺伝子を実は後で紹介しますが中には遺伝子を変えて、えー、自分の遺伝子ウイルスが入ってこないようにしている例もあります。 でその例を一つだけ紹介しますと、えー、人には、えー、この HIV のレセプターを書いている人がいるんですでそれ白人に1%いますアジア人にいませんで、その人たちは HIV にかからないんですねところがその HIV に我々が我々の人間の世界に入る前にそういう遺伝子異常があったということは別の異常でこういう、えー、特定の人たちが 何でか、えー、いろんな説がありますがそれ黒死病と関係しているので時期が同じなので何かあるんじゃないかというふうには言われますがその当時の遺伝子は残っていないので、えー、まだ分からないというところです。でウイルス側は実は、えー、これは細かいスライドでまた申し訳ないんですがウイルスええ、えー、ここの HIV の仲間にはここにサル の仲間を変えてますでこの辺に、えー、猫とかこの辺に、えー、牛とかボバイっというのは牛なんですがこういう仲間も、えー、ある意味で似た、えー、エイズ・ウイルスに似たウイルスを持ってます。でそれぞれ遺伝子を増やしてるんですで、レトロウイルスは遺伝子を増やしてま 我々の宿主が遺伝子を変えたときにそれを乗り越えるように対抗しているということも分かってますので後で紹介いたします。で話をちょっと戻しますと、えー、現在、えー、これ世界地図を、えー、外国の世界地図取ると日本がこの辺に来ますが <laughs> <laughs> やっぱりアフリカがヨーロッパが真ん中に来てます。で えー、いろんな方の実は HIV の方にはいろんなこう方 A から B、C、D とあって日本にいるのは B なんですが、まあ B がアメリカに多いのでこういうふうな色で書いてありますが、日本にはいないように書いてあます。つま日本で非常に患者が少ないからです。で、日本の HIV 患者はだいたい2万人ぐらいですが、えー、ここのアフリカでは数千万人、だいたい3 0万人ぐらいの。えー サハラ砂漠以南の方で 3, 万人人以上の人がいますでその遺伝子の方でも見ても A 型 B 型 C 型 D 型といろんな方があって全ての方はアフリカにあります。でその中で ABCD と分けた中で ABCD を全部ひっくり返めてさっきの M というものです。で非常に外れたもので N とか O とか P とか1万人単位とか20人単位とかもアフリカにいます。 それはチンパンジーの場とは別あるいはこれはゴリラから来たものこれはゴリラです <laughs> ですから広く HIV1 これは HIV1 ですよ HIV1 といってもこれだけいろんな方があってでそれは明らかに人から人へ感染しているものなのでそれを、えー、動物から来たつまり人獣共通感染症英語では頭脳シスといいますで多くのウイルス感染というのは えー、分かっていただけると思いますがインフルエンザだってあれは、えー、おそらくカモから家禽に来て家禽から豚に来て豚から人に来て人から人へへそ,その増える過程でどんどん遺伝子が変わって宿主に適合しているというそのものであります。ですからこれが 人獣で来てそれから人人へ行くというのがこの、えーえー、増える姿姿怖い姿ですでなお私の専門外ですが知り合いの川岡さんの肩を持つわけじゃないですかインフレンザで有名な川岡先生の話は、えー、おそらくインフレンザないですが、えー、鳥から来たものが人へ来て 人から人へ来るというのが一番問題で、今現在 H5 とか H1 とかいうもので2009年は人から人へ行ったんです。H5 はまだ人から人へ非常に少ないので、まだ大丈夫だという面でもあります。で、H5 がなんで広がったかというものを推測推測するのがこれで、えー、アフリカの起源はおそらく。 こういうとこから始まったんじゃないかというふうなことを言われます。で。これはあのベートリカンさんからもら、あのスライドからもらったもので。ここに猿がいます。これ肉ですねで。ここに刀があります。でこれブッシュミートといって。森の中で猿をとって。食肉にする人たちがいるんです。で、これはさすがに最近私も見たことはないですが。 昔は平気にあったという話ですで、これを食べたから悪いんじゃなくてこういうものをさばく人たちは血を浴びて、えー、猿から人へ感染したのではないかというふうに、えー、言われていますで、それが頻繁に起きたことが、えー、我々のエイズの一つの原因ではないかとで、実際にカメルーンの、えー、猿をハントつまり取ってきて、えー、捕まえてそして血清を見たら これはあの抗体の反応性を見てるんですがこれが HIV のコントロールでえーそれぞれの猿はやはりちゃんと反応するということをしてますので <laughs> こういう猿のウイルスが我々のえ猿の中にどんどん蔓延してきたものが入ってきたですからえインフルエンザが2009年に流行ったあれはもう目に見えてきてるのが分かりますが、えー こういうい事実はおそらく100年ぐらい前に h i v 1が人へ来て密かに来てたということは間違いないです。ですでに知っていることはですねあのここには書いてませんがアフリカのキンシャサという町の血清を見ると1960年代の病院の血清を見たらすでに HIV 陽性者の人の検体がありました。 かなりりの数がありましたということはそこの病院にはもう感染者の人たちがいたということただ我々は病気を知らないので診断はできなかったということです。でそのそういう人たちが、えーまあ、当然こういうで実はハイチにもその81年より前にの血清にちゃんといたということが分かっています。ですからこういう経路があったということは まあ、現今後民主共和国ですね、キ社シさんの中にちゃんと感染者がいたということが分かっています。で、これは2009年ですからちょっと古いですが、えー、現在の、えー、サハラ砂漠以南の感染者は少なめに見て2200万人ぐらい、えー。この桁が違うことをご理解ください。で世界の HIV 感染者は えー、どんどんやっぱりこの真ん中の異なる HIV 型が広がっているということです。でこれが大体私の,あの、えー、HIV って、まあ、ある特定の人たちの病気である特定の性行動によって起こるような、えー、我々日本人の理解だったかもしれないし私も実は1980年代半ばからアメリカにいたのでえー いわゆるホモセクシャルの人たちの中にある病気というふうに理解していましたところがそれはその人たちの中にから広がったものであって元は全然違うところにあるということを理解していただければと思いますで、この相国ということが私の主なテーマでウイルスは宿主の中で何をしているのかと いうことを私は、えー、メインのテーマに、えー、研究をやっております。<laughs> で、これはあのちょっと細かいスライドで恐縮なんですが、この相殖ということは、つまりウイルスは、えー、細胞がないと増えない。 生命体です、えー、私はウイルス学者ですからウイルスを増やすことができます。もちろんあの、まあ、好きではないですが実験は好きですがウイルスは好きではないですね。で、えー、ウイルスを実験するためにウイルスを増やします。 でそのためには細胞を増やすということが重要なファクターで、えー、我々、えー、ウイルス学者の最初の,あのテーマは細胞をいいかかに増やすすととうことが、えー、与えられる課題で,すでその意味であの細菌学とは全く違って細菌はあれは細胞ですから細胞を増やせばいい,い,いです世界ですから。ですから、えー、極端なことを言えばその宿主が 耐えればウイルスはなくなるんです。ですからウイルスにとって宿主を殺すことは必ずしも良くはない。適当に <laughs> まあ私みたいに戻ってくれればまた感染もできますよね <laughs> そう。そそういう意味のあのちょっと冗談みたいなことですからウイルスと宿主の関係性があります。 お互いがちゃんと増えるためにはこれはウイルスの遺伝子です。これは細胞側の遺伝子です。でこれは実はウイルスのレセプターです。つまりプラスの因子です。でこれは細胞側の遺伝子なんですがこれは細胞側の遺伝子ですがウイルスの、えー、粒子が出ていくのを抑制する分子です。これはまた別のウイルス側の分子です。 ネフと言いますでそれぞれ、えー、関係性があってプラスマイナス細かいことどうでもいいんですがレプリケーションと見ていただくとこれは SIV というサルのウイルスでもともとチンパンジーの元になったものです。でここはチンパンジーのウイルスでゴリラのウイルスででこれが HIV1 の今エイズを起こしているウイルス。<laughs> HIV2 それから HIV2 のスーティーマンガベという元になったもののそのもののですでその関係性を見ていると HIV1 の,の病気を一番起こすやつは VPU という遺伝子を持っていてでそれによって自分の CD4 をなくしてテザリンの活性という抑制因子をなくすというえこの VPU を使うことによってこいつを潰つしてこいつも潰つせるというそういう 同じように猿の場合はこちらを使って猿のウイルスこちらの猿のウイルスの場合はこちらを使ってこのような別の遺伝子を潰すような活性を持っているということでそれぞれ進化の方が、まあ、これは h i v ワ1のもとですがこうチンパンジーに来てでそれが人に来たと。でこれが今エイズのパンデミックを起こしているという。 それは先ほど紹介したチンパンジーの3つの小型の猿の由来がここに来てここの中でこういうものを獲得して自分で増えていったということです。で HIV の感染と AIDS の発症っこれが私のむしろ最初に見た頃の、えー、症,症状というか症状でも何でもないですね。患者さんを見て 教科書を見て分からなかったあのことを最終的に今の内科の教科書で見るとこういうふうに書いてあるということです。<laughs> で実は19 1980数年ぐらいに80年代に我々が見てた、えー、もう CD4 CD が患者さん見たら CD4 っていうのはリンパ球です。<laughs> リンパ球がないんですでそれは実は実 おそらく感染してたのは7、8年前でだから感染してすぐ発症するわけではないんです。で免疫不全によって日和未感染になってアクセシーを併発してで私自身はカリフォルニアにいる時には脳症の患者さん,患者さんを見ていたので、えー、記憶障害が起こってで亡くなるという方がたくさんおられました。で活発なウイルス複製が実は毎日起きていたということであります。<coughs> でまあ、これはあの我々にとっては良かったことなんですが1983年にフランスのこの人たちが HIV を分離してエイズ患者から分離したことによってそして細胞培養つまりさっき言った細胞で培養してウイルスを分離されたんです。で結果的にこののの感染者からの輸血が 結果的にあっったんでですすねだって分かかららないですから陽性か陰性か今は全部日赤でありますから、えー、分かるから外せますが、えー、当時は、えー、輸血の安全性が確保されてない時代ですからあるいは血液製剤でこの受け,受けた方に、えー、HIV の症状が発症したんです。で全く同じ病気がそこのウイルスが分離された患者さんから分離されたことでこれ我々 微生物学者にとっては「コッホさん」という原則があって作った原則があってこの4つを満たすとそれは病原体であるというふうに言えるんです。でこれはあのこの人たちがこういうふうにここまでやってでこのあといろんな結果から出て HIV が病原体であるということでノベリ賞を取られたんですが実は私の場合も1983年から4年ぐらいに えー、当時ある大学にいたときに血病の患者さんを、えー、と出会ってで彼は血病はあの当時アメリカの売血のストックが日本に送られてでそれが血液製剤とされてそして注射されて頻回注射されて。 数年後にエイズを発症すると。いうことが、えー。この世代の方々と、大体お分かりになると思います。で、それがいわゆる薬害エイズ問題です。で、それを見過ごし、見過ごした厚生省が、まあ、当然裁判で負けたわけです。で、われにとっても、非常に。まあ、あのショッキングな時点で。えー 私自身はこれを培養してウイルス彼からウイルスを培養してすることができたということです。でこれはあの私が医学部のスライドで使うんですが、えー、まあこれインフルエンザって書いてますが急性感染で病気を起こす場合、これが昨日の私ぐらいで今日私はこれぐらいです。だいたい一週間ぐらいで終わるわけですよね。ところが一番下はこれは慢性感染で、まあ、血圧性感染でエイズの場合は持続性であって。 発症は年年から7年長い場合は1415年かかる場合もありますし中にはこれがずっと発症るで B 型肝炎 C 型肝炎は1回何か症状が起こったその後また出てくるとかいろんな方があると思いますがエイズの場合はここの全く知らない状況があるということを、えー、当然その最初の段階はわからないわけです。突然出てきます。 でそういう、えー、現在免疫不全現在こ,こういうことを言える時代になりました h i v ワ1もちろん h i v ツ2も原有ウイルスです。病原性は弱いと言われますが、えー、知り合いのフランス人フランスには h i v ツー結構多いので、えー、実際にどうしてんのって聞いたらいや治療はすぐ始めるって言ってます。で感染後すぐに免疫不全を発症するわけではないと。 ところが、えー、なるべく早い時期に、えー、薬を入れますでこ,れはこれについて後で紹介いたしますが逆転者酵素インテグレースこれは DNA を組み込む酵素,酵素、えー、ウイルスタンパク質を作るのに必要な、えー、酵素プロテアーゼそういう阻害剤の併用療法がありますので、えー、患者さんは少なくなりましたが早期発見が極めて重要です。で AIDS をや 薬剤でコントロールできる慢性疾患となったと。で、ですから患者さんは非常に増え増、ー、え,えます。ところがいいことはもちろんこれはあのまあ患者さんこれアメリカの例ですが、私がいたアメリカぐらいではどん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 患者が増えたんですがそれとともに薬が出てきて死亡率は 死者の数はどんと減りましたただゼロにはならないです。でそういう意味ではこれはゼロにはあの完全に患者さんを治すことはできない一度かかった方は治すことはできない未だに治すことはできない病気です。毎日薬を飲んでいただくあるいはもうちょっと長く効く薬もできてきましたが薬を飲み続ける病気であるということは間違いないです。 で私はこれ今医者はやってませんのでこ偉そうなこと言えないので自分の研究の世界にちょっと話をだんだん引き込んでいきます。<laughs> えー、あの日本が誇れるまあ実はウイルス研が誇れることなんですがもうちょっとちっちゃくいくと、まあ、大きく言うと京都大学が誇れることなんですが、えー、実は人の白血病を これアダルト T l ルーケミアという病気を、えー、見つけたのは、えー、京都大学の高槻先生というその後熊本大学の教授になられましたが、えー、先生の貢献ですで。それはそ,このかんその患者から HTLV を分離したのが我々のグループで、えー、日沼先生という私の先生で、えー、とっても怖いのであまり言いませんが <laughs> あの非常に豪快な方です。 でそこから同じようなあの実はこれもレトルウイルスで同じようなウイルスがこれはやっぱり S というのはシミアンという意味ですから猿のウイルスですが同じような白血病のウイルスがやはり日本のウイルス日本の猿からも日本猿からも取れます <laughs> 日本猿も白血病になっているみたいですでこういうがんウイルスというのは人で初めて見つかったのがこの HTLV えー まあですから文化ををええたたとと思いいます人のがんウイルスを捉えたということですで、すこのすほとんどちょっと遅れるぐらいに病気が起こって81年にエイズ第一症例がカリフォルニアで見つかってこれがホモセクシャルの人たちに見つかったのでまあ当然何かホモの病気だというふうに言われたのが最初の頃でありました。で、確かに私もあの えー、アメリカに行ってびっくりしたんですが80年代の半ばで、えー、男性同士が手をつないでこう歩いてる姿を真っ昼間から見るのはやはり私にとってはショックでした、ね、<laughs> <laughs> で最近アメリカ人としゃべってても別にそれはショックじゃないよと言われるんですがいまだにショックですが、えー、それぐらい男性と男性の間っていうのは非常に近い間だし。 実際にあの医者の会話でもそんなの当たり前だというふうに言われましたでそ,ういうそういう人たちの中に病気が起こったのでですでそれとともにただいろんな研究が進んだんですが本当に進んだのはこのハートという、えー、まあ95年ぐらいですか97年ぐらいですねこっから、えー、治療が始まって。 で本当にそのそれとともにウイルスの定量ができるようになりました。定量ができるというのは何がいいかというと、えー、患者さんの予後を測定することができる、ああ推定することができます。予後が予想できる。これはあの内科の教科書からいただいたんですが、高い患者さんはつまりこれぐらい高い患者さん、7万57万コピー以上 RNA ウイルスの RNA が高い人はその診断した2年以内にこれぐらいの方が亡くなっているところが9,000コピー以下,の、まあ、以下の方はまあ10年たって半分もっと低い,低い人はもっと長生きします、うん、という予想ができるようになったということが重要ですつまりあなたはどれぐらい危ないですよということが言える ととというこはは非常にに医者にとっては重要です、まあ、ですからそれでこういう内科の教科書ができるようになったので感染後最初にバッとウイルスが出てそしてその後ウイルスがこう落,ちるあの落ち着くんですがこれはログで書いてますのでものすごい差があります。でそして8年ぐらいでバッとウイルスが出てきて病気になるとというここでですす、えー、の辺で発病するということです。 で現在あの日赤で検査してくれますが献血でですね一番危ないのはここでありまして、えー、我々ウィンドピリオドといいますが感染後数週間以内あるいは数か月以内でまだ抗体の反応がない時期につまり日赤の抗体の通常の反応では出ない。 いうことで今日赤は PCR を使ってこの RNA を検出して全く安全だというふうに言い切れないと輸血に使わないというふうに決めました。でありますで今発病をこれを抑えるために薬を飲めばこういうふうに RNA がずーっと下がってずっと薬を飲んでる限り アレネを下がってくれて、えーえー、こういうふうにできるようになったのがこういう薬であります。で、もちろん薬ですから副作用があるので、す、え、べ、ー、てうまくいくかどうか、えー、担保はできませんが、このエイズレコウレトロウイルスの業界っていうのはかなりいい薬ができていまして、逆に我々薬の開発をしようと思っても。 大体失敗しますそれぐらい薬の開発難しいあの副作用で落とされてしまいますのでただちょっと自慢しますと私が知っている製薬会社2社これ日本の会社です、えー、開発に成功してもちろん最終的なパテントはアメリカに売ったので、えー、売られてる段階では別の会社の名前になってますが。 これ京都大学の宣伝ですからその会社名を出しませんけどその2社は、えー、ちゃんとその開発から最初、えー、この薬化合物がいいですよということを絞り込んでいったんですね。で数年かけてやっと動物段階までいって人,まで人の臨床試験まで持っていけてそれをアメリカの会社に売ったので大体いいお金の話申し訳ないけど200億ぐらいの収入が るというふうふに言ってましただからそういうあの彼らにとってはこれはいいんですよというふうには言ってましてそういうマーケットではあるんだそうです。で私はサイエンスの話をしなきゃいけないのでここで話しますとこれ逆転者酵素という RNA を DNA に変える酵素でそれの結晶構造の形を大まかに書いてある。 これはすでに内科の業科書に載っているもので、<laughs> えー、拡散ですからこうやってこう DNA が伸びていきます。RNA から DNA が伸びていきます。その段階で実はこの辺のものはすべてあのその阻害剤で、えー、ヌクレオシド、つまり DNA を作るための材料の誘導体です。で、それぞれがこう どこかでターミネーション、つまり遺伝子の伸びていくのが止まるという作用を示します。で、これこれらのあの拡散の誘導体はすべてこの逆転者酵素に非常に特異性があるので、我々の DNA が DNA として伸びるためのポリメラーズというそういう伸ばす酵素があるんですが、それに対する特異性は非常に弱いです。 そういういものがで同じ逆転車酵素なんですが今度は別の場所でこの酵素活性の中心部位にこれは拡散の誘導体ででははないいいすここううう構造というのはこの場所に結合するとこの酵素が働かなくなるということも既に分かっていてああじゃあここに物を作ればいいということでこれぐらいの分子,分子のものをそれぞれ使われて全てこれは臨床で使われているものです。 例えばこのネビ,、えー、どこだネビラピンというのは実はこれはあの母子感染に使われたものでアフリカの母子感染、えー、エイズのお母さんから赤ちゃんが、えー、陽性の赤ちゃんが生まれる場合があります。でこればっかりは一番みずあの悲惨な例,が例なので。 なななんんとか赤ちゃゃを陰性にしなきいいけないんですがそのためにはお母さんにこういう薬を飲んでもらうということのプログラムがあってで最初はみんなそんなあの妊婦さんに飲ませていいのかというふうに思,思ってたんですがうまくいったのでそういうプログラムはちゃんと動いてます。でこれが初期段階の,あの逆転射高騰阻害剤で一最初に作られた薬ですが最近また新しい薬ができてそれはきて。 我々のレトロウイルスはべて我々の染色体の中に DNA として組み込まれます。でこれが恐ろしいところで我々の染色体と全く同じ同一化されるんです。つまりこれはウイルスの DNA で染色体の DNA でこういうふうに組み込まれてしまいます。でそれに対する阻害剤というのも開発されてこれはメルクあ会社名言いません <laughs> <laughs>、えーこ。これが作ったもので、えー、これが、まあ、会社名ここに書いてありますね。 でえー、こういうものでこういうそれぞれの疎開剤がここに結合して、えー、これはあのイオンの、えー、キレート剤ですイ,イオンを取り除くこの逆転者酵素のこれ8両体なんですがここに結合してイオンを取り除くという、えー、ものです。ここれは D がこう伸びてくるところですそれからもう一つ、えー、プロテアーゼといってタンパクウイルスは自分のタンパク質を切断して 自分の,、えー、粒,あの粒子を作っていきますだからこれはウイルスのプロテアーゼつまり切断酵素なんですがここに何かぶ,ぶつけてあげればつまりここの場所が、えー、こ認,識認識の部位があるのでここを阻害すればいいというのでこれも全てあの結晶構造でいって X 線を当てるとそれぞれの分子が全部こう形が見えるんですね。でそれぞれこれぞこがプロテアーゼの 場所えー、これ二両体の場所でここにタンパクが結合して切断していくんですがそこにドッキングしてこれいろんなプロテアーゼ阻害剤が作用するということが分かっています。<coughs> でそれとちょっと僕が関係したことがあるので、えー、紹介しておきますとこれはウイルスのエンベロープタンパクといってこれはレセプターです体です。 もう一つの需要帯がありますちょっと先ほど紹介しました CCR5 というある一部の人たちは欠損している受容体があります。でこれがウイルスのレセプターの鍵でこちらが穴で鍵と鍵穴でこれがないとウイルスはこの細胞に入っていかないです。でこのレセプター側に結合する分子がこれぐらいの分子で十分結合してこの あのタんパクがここに入り込まなくなるということまで分かっています。でそういうこれはウイルスに対する阻害剤ではなくてウイルスのレセプターに対する阻害剤でこれは一番有名な薬でマラビロックという薬がございます。で私らはこのマラビロックに負けたんで <laughs>、えー、負けたんですがこれはあの、えー、ホームページに載せたものでウイルスというのは最初に 受容体に結合してそしてその受容体というのは2つあって CD4 というものと補助受容体とで両方とももともと細胞の分子です。ですからウイルスは本来は細胞の分子だったものを自分のために使ったんです。でそれがワンステップでセカンドステップは膜と膜ウイルスは膜です。で細胞も膜を持っていますで。それが融合して その RNA が中に入ってさっき言った逆転写の過程でここに逆転写酵素阻害剤が働いてそして組み込みの段階でインテグレースが働くんですがそのインテグレースを阻害するのがインテグレース阻害剤ですで我々の染色体に入ったものが転写して翻訳されてタンパク合成されてそれぞれ会合というのは粒子を作るんですね。 で粒子を作って粒子みたいに形になったものが外に出てプロテアーゼが働いて完全な形になってこれが感染性を持って次に狙っていきます。でこれだけのいろんなステップがあるんですが、えー、実はこれだけ複雑な過程があって複雑な過程がいろいろ働いているということがあってそれぞれの細胞分子を使っています。でここがレトロウイルスの非常にあのえー うちらの学生にとってはめんどくさいと言うんですが、我々学生にとっては非常に楽しいところなんです。いこういういろんな複雑な機構を使っております。で、複雑な機構ということは複雑な分子を使うので、だいたい数百種類あ百種類ぐらいの分子を使います。で、その中でこのレセプターの結合についてちょっと紹介しますと、四に結合してシーシールファイブという補充陽体に結合して 分子の形が変わってそして融合していくという段階で,で僕ら扱ったのはこれはあの人の細胞をマウスに移植してあとで,で紹介しますがマウスに移植してエチアを摂取するとその中に薬を入れるとここに薬が、えー、入ったものがこれウイルスの RNA 量です。RNA 量を見ると、えー、入れると確かに、えー、こう下がります。 これは生理食塩水入れただけですから大体いい100分の1ぐらいまで下がります。で生理食塩水だけ入れたものはこういうふうに CD4 がなくなるのにこの薬を入れたものはちゃんと CD4 がなくならずにこのウイルスの RNA 量がちゃんと下がってくれるということでまあこれで薬に使えるよということを言いました。これあの 実は私の先輩の熊本大学の三谷先生が持ってきた薬で僕らがマウスを,マウスを作ってマウスに毎日毎日注射しててでこの薬をこのほう受容体のこの場所に結合するというのは分かってますんでこれをもとに実際に、えー、臨床試験まで行ったんですが途中で肝,毒す肝,肝臓の毒性があったので中止って言われて薬剤の開発は中止になりました。 だから僕らはこれはあの毒性があったので負けたということです。でまあこういうウイルスの複製というのは非常に複雑なものなんですがあの申し上げたいことは我々何のために研究しているかというともちろん患者さんを治したいというための研究もやっておりますがあの我々 とウイルスって何でこんな違うのかあるいは同じなのかということが研究の中でいろいろ分かってきます。それはですね、これあるサイトから拾ったんですが、これウイルス膜です。細胞の膜です。基本的に同じなんですね。脂質膜です。ですから油です。 でちょっと余談になりますが皆さんアルコールで消毒される場合にインフルエンザは、まあ、ここにはありましたがインフルエンザのアルコール消毒は有効ですエイズウイルスも有効です膜がありますからところがノロウイルスには膜がございませんので全く無効です、えー、僕らの子供のこうプール熱がよく入りましたがあれは全く無効なので塩素消毒の代わりにプールの中に塩素を入れたんですでそういう意味で膜 というのは実は我々も同じものを持っているのになぜウイルスと細胞の膜が違うのかというと大きく違うのは一つはさっきのエンベロープタンパクを持っているかどうかです。それからこれ油ですから、えー、非常に疎水性なんですね。疎水性のものが二つこう融合するというのは非常に不思議な現象で。 あるいはこれがちぎれるということも非常に不思議な現象でそういう意味でななんでウイルスはこうやってて外に出いいくのかがかがわらないつまり感染性のものが外に出てからこそウイルスであってああいう膜がこう外に出ていって外に出ていくからこそウイルスの粒子として見えるわけでじゃあ そんな不完全なものはないかというと実はある細胞の分子を潰すとこういう不完全なものができます。でちょっと細かいスライドですがウイルスはこうやって外に出ていく段階で何かものを使ってるんじゃないかということをみんな考えました。であの後で細かい単語を紹介しますがこういういくつかの分子 を使っってているととうことが分かですでこれはカスケードになっててエスコート0から123でそれは膜をちぎるというものの分子です。でこれ内科の教科書に書いたそのものなんで1が来て2が来てでそこに膜の感を作ってそしてここをちぎっていくということを えー、書いてありますでこれをイメージしてみると実は HIV の、えー、タンパク質がワンに結合してでこういう分子をつってきてそしてここをちぎるということが、えー、質がに重要なんですがもしこの,この分子を潰すと <laughs> HIV は外に出ていきます。で全く同じここととが、えー、このエスコートという分子を つまり2つの分細胞が分裂する場合にここで細胞質が最後ちぎれるんですね。その過程と全く同じ分子があの誘導されていますと全く同じようにエンドサイトウイスで物を取り込んでその分子がリソソームというところで破壊される場合にこの膜がちぎれる過程で MVB というマルチベジクラーボディというものができますがそれが。 えー、有利されるときに膜がちぎれるんですがそれも同じ、えー、この分子が働いているということが分かりましたつまりこれとこれとこれという細胞のまあこれは細胞の現象ですねでこちらはウイルスの現象ですが全く同じ分子群が働いているということが分かって、えー、まあ全く同じ分子,分子群が働いているわけですからちょっと薬は作りづらいですが細胞生物学としては こういうもともとの分裂の膜をちぎるというものをウイルスは利用しているということが新たに分かりましたもちろんこういうものを我々レトロウイルスの研究者は喜んで話を聞いていますでこういう意味でエイズウイルスは人の細胞繊維脂を100種類以上使って増えているということですでこれからちょっと 私の実験姿を <laughs> これ10年ぐらい前ですから今で,今ではございません <laughs> もっと元気だった頃ですでこれマウスですこれ私ですで売りスケの中にこういうアイソレーターといって特別な P3 実験室というのがあります全部空気は無菌化されてて でこういうつなぎの実験室を着てでこのマウスに、えー、ウイルスを摂取するんですがもちろんエイイズウイルスをすするんですところが HIV は先ほど申し上げたように我々かチンパンジーのウイルスであってマウスにはレセプターもなくていろんな種類の細胞因子も変いてますんでマウスあるいははラットでは全く増えませんそこでか、まあ、考えたというか、まあ、みんな考えたんですが。 こいつこいつ申し訳ないグラムのマウスを、えー、人の血液をちゃんと自分で作れるようにしてあげればいいんじゃないかというふうに考え,考えました。でそのためには今の幹細胞技術というのが非常に進んでますんで我々の血液というのは血液幹細胞というのがあってそれが理論上は1個あればそれから すべての赤血球も白血球もリン、まあ、白血球リンパ球も樹状細胞もマクロファージも持続的に作ってくれるということになります。でこのマウスの中に人の血液幹細胞を移植してそしてこのマウスはちゃんと人の TBNK 樹状細胞マクロファージ、えー、基本的にすべて化粧板も。 石はうまくできなかっったんですがちゃんと作ってくれますで、そのためには、えー、まあこれはいわゆる骨髄移植と一緒ですが、まあ、生まれたばかりのマウスに苦戦照射してで人の造血幹細胞を移植して、えー、これは幸いなことに再対決 <laughs> 再対決がございますのでそれを移植してあげればだいたい成獣になったときに。 このマウスは、見かけはマウスですが、えー、人の血液を持っています。で、そのためには、このマウスに細工が必要で、マウスは当然免疫を持っていますので、赤血球、免疫の問題はこの免疫細胞、リンパ球、NK 細胞ですから、これをの、えー、受け付けるわけにはいかないんです。で、そこで免疫拒絶をさせらないために、 この免疫系の細胞をノックアウトすることができます。でそのノックアウトをヒ科のためにはノックアウトが必要でそれをちゃんとノックアウトすれば定着することができます。でこれが実はこれメイド・イン・ジャパンでちゃんと日本の研究者がこれ開発したんです。 でこういうマウスを使ってヒトカマウスを使って HIV の複製を見ることができますでこれ細胞並びにこれあのさっきのヒトカマウスの中と考えればよろしいと思うんですがこの人の細胞がマウスの中にありますのでレセプターもありますしこういう逆転者も起こりますし人の細胞の中には抑制因子というのがあってアポベック,クという後で紹介しますが抑制因子がございます。 それからいろんな促進子がありますそしてさっきちょっと途中で言いましたがテザリンというこの粒子が外に出ていくのを阻害する分子もあります。でウイルスの複製というのはこれよくスライドではこういうふうに1個が入って1個が出ていくように紹介しますが <laughs> 本当は 見えるはずない100ナノメーターですから細胞数,数マイクロメーター数マイクロメーターのものが100ナノメーターで見えるはずないのを無理やりこう嘘,嘘,みたいに嘘じゃなくて本当みたいに話してますがそれが1個のものがだいいた万個ぐらいで,きますあのですから1個のものが100万個ぐらいできるのでここもうウイルスだらけになります。 そういう世界の話をしなきゃいけないので、えー、頭の中でそういうイメージを作っていただくためにちょっと下になるだけウイルスの数を作ってみましたでそういうせめ,ぎせめぎ合いの世界です。で我々の体の中にはここにアポベックと書いてますがウイルスを抑制するタンパクが備わっております。でその一つがさっき 猿の,時に紹介し猿の時に紹介したテザリンというものでウイルス粒子をつなぎ止めると,テザーといいううう意味ですですすテザーという英語なんだそうですねでアポベックというのはちょっとあ,のある略語で申し訳ないんですが遺伝子を変えるというものでこれ遺伝子を変えるというのはこれはあのシトシンを裏ルに、えー、脱アミノ化してこのアミノキを切って、えー、C を U に変えるという で C を U に変えると双方的には G が A に変わるので、遺伝子の入るあの患者さんでもあるいは我々のマウスでも G から A に変わっているのが非常にたくさんあります。ですから遺伝子の変化の方向性があるんですね。でそういうふうに変える、えー、分子を我々はも,もともと持っているということは、実は、えー、我々の大学の先輩の本庄先生が見つけた。 AID といいうの,というのがございますでそれは何かというと B 細胞の中には IgG が IgG として高い活性を示すには変異が必要です。で B 細胞の中に特異的なこういう七人デンアミネスがあってそれこそが抗体として強力に働くものであるということを、えー、本庄先生が見つけられました。同じような分子がこの レトルウイルスの抑制に働いているということが分かっています。で、アポベックというのは実はたくさん種類があって、実は G が一番強いんですが、F もあって B も C もあります。で、興味あることはサ,サルは遺伝子の数を増やしてます。マウスはアポベック31個だけです。で、実際にマウスの中で G が変、えー、G が A に変わっているところをピンクで示していますが。 これある領域でバーっと見てくるとたくさん G が A に変わっているのがわかります。それを実際に G が A に変わっている数をカウントしてみると、<laughs> 1000個のあの遺伝子領域を見て253個、これ全部自分の手で見て,見てみました。えー、最近のあの流行りのこれ昔のデータですから、えー、高速度検査といってたくさんのあの遺伝子配列がビッグデータでやったんなくて全部マニュアルでやったんですが。 えー、これぐらいの数で納得していただけると思いますが、G、ががにに変わわるるのが非常にたくさんあとということがわかりますでそれを統計処理してみるとその場所っていうのは、えー、G が A に変わって次も、えー、こういうふうに GG、えー、に変わってる。ランダムに変異されたらこういうふうに変わるべきなのに GG に変わってるということがわかりましたんで。 え、あ、ごめんなさい、AG に変わっているということが分かりましたので、えー、ある分子がこういうふうに、えー、この APOVEC3G は GGAG というふうに変わります F というのは GA が AA に変わりますで、これずーっとそれぞれ全部見ているとこちらに F タイプのものと G タイプのものとそれぞれ分かれるということが分かりました でこんなことをやって何やってるのって言われますがあの我々遺伝子をやっている人間にとっては遺伝子の配列が分かると次に遺伝子のタンパクがそこで止まるということがすぐ分かるんですあるいは薬が効かなくなるようなミューテーションが入るかどうかもわかりますあるいはタンパクの、えー、配列が変わるというものがあります一番多か,ったのは多かったものは ターーミネーションつまりそこでタンパクが止まっちゃうということで遺伝子がそこで、えー、ごめんなさいタンパクがそこでもうタンパクじゃなくなるということが分かるつまりそういうことが分かって何を言いたいかと言いますとウイルスは GA に変異変異によってどんどん複製を抑える、えー、我々の細胞分子を持っているということが分かったんです。 ところがそれを乗り越える分子が HIV にあってビフというものでビフを入れるとウイルスはガッと増えますビフを入れないとほとんど増えないですマウスの中でですねだからこれ強力なウイルスの救うものでビフを入れ獲得したことによってウイルスはどんどんあの複製を ができるようううになったということいこですでもう一つテザリンについてでテザリンの抑制因子は実は VPU とちょっと紹介いたしましたが VPU があるとテザリンを中に取り込んで VPU がない,ないとテザリンがあってウイルスに結合して出ていくなというふうになります。ですから外に出ていかないので感染性がなくなると。でこのテザリンも抑制因子で我々の備わっているものです。 ですから VPU を HIV は獲得したことによってでこのテザリンの活性をなくしているということが分かってきました。でこれもあのうちの学生がやった仕事で VPU の遺伝,遺伝子をずーっと変異を入れてこの VPU とテザリンが結合している場所がどこかなというふうな見ることを遺伝子解析でして,していきます。 でアミノ酸を一個一個変えてってでどこが VPU と,、えー、とテザリンの結合に必要かというのを見てみると数でこれウイルスの粒子の VPU があるなしであるなしあるなしあるなし,るなしで見ると全く同じように 数個ずつこの効果がなくなるところがあるんです。で、それは何かというと、後でシミュレーションしたんですが、この数個ずつとぶ飛ぶということは巻いている場所があるんです。つまりコイルを巻いてって、えー、これはヘリックス構造を取ってて。 こうやってアミノ酸がこうコイルを巻いてきてこちら側に向いてきた面だけにこちらの面だけに VPU が結合しているんです。でこの面,面を変えると結合ができなくなるからこういう活性が見え,る見えてくるようになるというのであのこれこれさも構造を解いたように見えますがこれ実は。 嘘で嘘っていうか絵空ごとでコンピュータータでで計算しただけです <laughs> 当時はですねその後ちゃんと NMR という方法で確認をしてくれましたがえ僕らの,あのこういうインプットの計算アミさんこの辺がこういうふうに重要ですよということを計算して実際にシミュレーションをやるモルキュラダイナミクスのシミュレーションをやる人と共同研究で,でこれはあの、えー、数日かけて 構造予想図を作ってもらったんです。で結果的にこういうトランスメンブランつまり膜に陥没している場所はこういう構造でで外側はこういう構造をしているであろうと。でそれを裏付けるために、えー、これがテザリンの構造で,で結合しない、えー、AGM というのはアフリカングリーンマンキーのテザリンはこの辺の場所がこう傾いてるぜと面が動いてるぜということもえー あの確認してます <laughs> でこれがロックオングストロームつまりこれだけの距離が離れてるということです。まああの実際に、ま、膜タンパクでこうあの結晶が難しいので構造を見ることができないことが多いので僕らはこういうものを計算でやってみました。<laughs> で今日あのいろんな話し,しましたが私が主にやっていることは こういうい因子が抑制,抑制性のものがある中で、えー、こういう b i というあるいは VPU という HIV が獲得した遺伝子があってでこいつを抑えることができれば何か新しい薬ができるんじゃないかというふうな考え方もありますが考え方だけでいまだに成功はしてませんですからお金持ちにはなってません <laughs> それ以外にちょっと副産物で、えー、私この世界に入ったのは 元々こうのこういうウイルスをやってた人間なんですやってたというのは医学部の学生の頃に自分の先生ががん化をやってた人で日沼先生ががん化をやってた人で EB ウイルスはがんを起こすと EB ウイルスって我々ほとんどの人持ってますところがある時あるある特別な方だけががん化を起こしたり あるいはある特別な方だけが病気を起こしたりします。で、その中にさっきのヒトカマウスを使って EB ウイルスの感染モデルを作ってみました。で、実はこれ EB ウイルスをヒトカマウスに感染させますと、ものすごい量のウイルスが出てきて、そしてそのマウスはこのマウスは死んでしまいますで。この辺の細かいウイルスのタンパク質を見てますが、これ臓器を見せた方がいいかと思いますが、脾臓あるいは肝臓。 これ非感染、まあ、ちょっと綺麗な形をしています。えー EB、ウイルスを感染させるとでっかくなって白っぽくなってこの辺こうあのリンパ球がたくさんあるために白っぽくなってもう、えー、かなり汚くなります。で、えー、ここに何があるかというと、えー、EB ウイルスを感染させると人が回マウスには臓器には赤血球を鈍色するマクロファージがいることが分かりました。 これが赤血球を染色しているマクロファージでヘモシアニンというあの鉄を染色するもので見るとこれは脾臓ですね肝臓ですねであの赤血球をたくさん染色していますで何これあのマウスに病気を起こして何かと言われるんですが実はこれ全く同じ病気が小児科の患者にいましてこの病気になった患,患者さんはほとんど亡くなります。 もう化粧板がなくなるので非常に悲惨なことになります。でまあそれの初めてのモデルマウスになったなったということで使えるんじゃないかと思っています。で今日いろんなお話し,しましたがあの、まあ、私自身が「このウイルスって何者?」と思いながら始めたのが。 医者としての同期からだんだんこういう研究所にいますので <laughs> ウイルスは何者ということでウイルスの起源は何かということで歴史を知るという意味でそういうお話をしました。で実際あの現在あ,のあまり私はアフリカに行くタイプではないんですがあの いろんなとことこサンプルを持っているとこと、えー、まあいろんなこう連絡はしてで遺伝子をつい最近論文にしたんですが、えー、レッドキャップマンガベイというもののチンパンジーの起源になったものそれのテザリンの配列を決めてどれぐらい自分のテザリンとチンパンジーのテザリンとどれぐらい関係性があるかということも調べています。 で実はこれレッドキャップマンガベイというのはあの絶滅危惧種で、えー、サンプルをもらうわけにいかないんですワシントン条約でだから日本,日本国では遺伝子の断片を研究はできますが全体,を、えー、全体を決めることはできないし全体をもらうことはできませんもちろんサル,サルの共有も難しいですでそういう意味の,あの起,源起源の研究をやっています進,進化的な研究をやっています それから途中で分子的なお話をしましまたが、えー、レトロウイルスというのはここからちょっとびっくりしてもらうとちょっと困っちゃうんですが我々とレトルウイルスの研究というのは研究でね我々とレトルウイルスの関係性というのは非常に古くて我々はこれを学生に説明してもなかなか分かってくれないんですが。 それは生殖細胞の段階で入ってますのでただそれはウイルスとしてもう出ません全部潰されてますさっきのアポベックとかでストップコトンが入ったりところが動物によっては例えば何かの刺激放射線を当てるとウイルスが出てくるものがいますそれはマウスあるいは猫もそうです <laughs> で人の場合は幸いなことにそういうあのこれは内在性のレトロウイルスというんですがそういう,いこう移動する遺伝子が結構我々は持っているんですねでそういう意味で、えー、もちろんウイルスとして何で増えるのかというだけではなくて分子的にこういう遺伝子が何らかの進化的意義があるということを、えー、研究している人はたくさんいます。それかからら当然私は医者ですから 治療薬を開発するという意味で研究をやっております。でそれとともにこれはあの遊びで書いたら学生がすごく面白かったんですがアインシュタインの言葉で「インスティテューション」っていうのはこれはこんなに重要だよということを書いてあって「The whole thing is science is a nothing more than refinement of every thinking everyday thinking」と言って。 で僕は学生に毎日毎日考えろっていうふうなことだけを言ってるんですがなかなか考えてくれない。<laughs> <laughs> ということでちょっとおちにしますが <laughs> でこれはあの共同研究者の方々でこれはうちのラブの写真です。そんなにたくさんいるわけではないんですがみんなよくやってくれてます。でこれはあの、えー、ポント町辺りで夜の桜を見ながら宴会をした時の話で,で今日実はこのスライド さっき新幹線であの自分でこう書いてたんですが、考えてみれば共同研究者はドイツ人ばっかりだなと思って <laughs>、あのすぐ答えてくれるの、真面目に答えてくれるのはドイツ人なので、えー、ついそんなディープにやってるところであります。えー、アメリカ人はこれはあの私の学生だった子で今アメリカで独立してます。以上です。ご清聴ありがとうございました。